では続いてデモンストレーション、英国のヒリアー組をご覧ください。このスティーブンとリンズィー組、アマチュアの世界選手権を3年連続して優勝いたしまして、今から3年前にプロに転向した若いカップルです。現在ユーロピアンカップほかいろいろなタイトルを持っています。今年の世界選手権2位の選手です。このヒリアー組の子供の頃の踊りを知ってらっしゃるんですか？そうなんですね。初めて英国に行った時にこのスティーブン16歳以下のジュニアという競技会に踊っていて私審査したことあるんですが、その頃からこのように背が高くて、素晴らしいムーブメントでしたね。彼今183センチも背がありながら体重たった60キロしかないんですね。特にどこが素晴らしいんですか？そうですね、小さい頃から踊っていることもありますが、とても足元が綺麗ですね。2人とも、素晴らしいと思います。足元が良くないとやはり世界チャンピオンにはなれないでしょうね。日本の選手の中からそうすると世界チャンピオンが生まれる可能性っていうのはあるんでしょうか？はい、昨年桜本組が2位になったんですが、とてもやはり大変だと思うところは、日本の場合は小さい子供の頃からダンスができないんですね。18歳未満は風俗営業法というものがありまして踊れない。それが外国のように小さい頃から踊れるようになったらば、日本の世界チャンピオンがすぐ出てくるんじゃないでしょうかね。はい、素晴らしい表情ですね。さて、それではもう一曲、今度は韓国ですね。そうですね、武道館1万3000人もいますので、
二人とも踊る前足が震えてるって言ってましたね。リンジーそれでもとてもいい表情で踊っています。彼女は5歳の時からもう15年間もバレエをやっていまして、二人ともダンスは、7歳から始めたんですが、10年間一緒に踊っているカップルです。女性が口元が今音楽を取りながら踊っているのがご覧になりますでしょうか。そうですね、音楽にいかに溶け込むかということがとても大事だと思います。素晴らしい踊りでした。このカップル2、3年以内には世界チャンピオン確実ではないかというふうに彼の噂です。さあ続きまして、ラテンデモンストレーション、ノルウェーが生んだ世界チャンピオンダンサー、 Ladies and gentlemen, Espen and Sisten Solberg。ノルウェーの初めての世界チャンピオンです。エスパンとシステン・ソルバーグ、1976年、今から7年前のアマチュアの世界選手権を優勝いたしまして、プロに転向いたしました。昨年今年と世界選手権をはじめ、全てのメジャータイトルを独占した素晴らしい選手です。昨年の秋に東京で行われました世界選手権の時に初めて世界で1位優勝して、とても喜んでいたのが昨日のことようですね。この北欧の場合のダンス進行というのはどうなんですか。北欧は、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、全て、子どもの頃から皆さんダンスやっています。学校から帰ってきて、ダンススクールに通いまして、ダンスとともにお行儀、マナーを学んでくるというのが向こうのダンスですね。そうしますと、もちろんアマチュアは非常に多いと。とても多いですね。このエスパンも10歳でダンスを始めて21年間踊っているそうです。このドレス、彼女が自らデザインして作っているものです。それから彼女のヘアを見ていただけますか。はい、ソルバーグ氏が自分で言っています。三笠宮殿下もいらっしゃってますね。このカップルのいいところは男性が特にいいんですが、体にリズムがあることと同時に女性にとても優しいと言いますか、大切に女性を踊らせてますね。これがなかなか真似のできないところですね。それで自分が表面に出ることではなくて、影に隠れていかに女子を踊らせて自分がリズムを受け持つか、とても素晴らしいと思います。
そうですね、素晴らしいですね。こういうトップクラスの選手というのは手のリードが素晴らしいですね。女性をいかに踊らせるか、それから女性が女性の部分を受け持ち、男性ととても対照的で素晴らしかったと思います。それではいよいよプロフェッショナルモダン部門の決勝をご覧いただきましょう。158組の中から決勝戦の開始です。6組で競われます。最初はソロ競技のフォックストロットです。 The first competition dance is Foxtrot 背番号9田中忠志節子組です。田中組、1980年、3年前の全日本のチャンピオンです。一緒に踊って18年間という超ベテランです。とても素晴らしいムーブメント。今日はここ1年の間で一番いい踊りをしているように私には感じられます。このソロ競技、最初の6小節はラテンと同じように規定のフィガーを踊らなければなりません。はい、まだもう2小節ですね。このナチュラルターンまでは必ず規定のここまでですね、踊らなきゃならないんです。はい、このオーストラリアのシェンブリー、先ほどラテンも踊りましたがモダンも素晴らしく、80年の3年前のブリティッシュライジングスターチャンピオン、昨年一昨年南太平洋選手権はラテンとともに優勝しています。背番号63、桜田哲也、鈴木美代子組です。桜田組、6位、5位、そして昨年は3位と毎年どんどん上に上がってきた若手のナンバーワンのカップルです。ムーブメントが重厚と申しましょうか、とても大きくダイナミック、これから世界にぜひ羽ばたいてもらいたいカップルの一つですね、一人ですね。気づきのことと思いますけど、今年からですか、このロングドレスになったのは。そうですね、昨年の暮れあたりからヨーロッパではだんだん長くなってまいりまして、今ほとんどこの長いドレスになってきましたね。背番号75、マーティン and カロル・カトラー。キャロルが6歳の時、マーティンは 8歳の時にダンスを始めた、このカップル、キャロルは自分でこのドレスを作ってるんです。キャロルはそれから、小さい頃からバレエをやっていまして、ロンドンのロイヤルバレエ団に在籍していたというカップルです。ドレスが長くなりますと、こういう風な感じ。そうですね、トップクラスの選手はドレスを踊らせることにとても最新の注意を払うわけです。背番号93、桜本和夫ともみ組です。桜本組、昨年一昨年のこの大会のチャンピオンです。昨年は世界プロモダン選手権で2位の成績を得ています。伸びのあるとても大きなムーブメント、そしてスローフォックストロットの時たま光るようなキラキラとした動き、とてもよく表現していると思います。
背番号159中川勲英子組です。中川の今最も得意とするスローフォックストロットです。昨年一昨年とこの大会に2位に入賞いたしまして、今日は桜本組の最も強力なライバルの一組だと思います。どうですか今日の踊りは。そうですね、スローフォックストロット自信満々にとてもよく踊っていますね。今日のこの大会スローフォックストロットから始めたんですが、中川組にとってこの自分の最も得意とする種目から始められたというのはとても有利だったですね。はい、6組が終わりました。それではボタンを押していただきましょう。審査員の皆様どうぞ。2つ割れましたね。あ、もう一つ、あ、3つつきました。ということはこの種目1位ということですよね。はい、はい、それでは次の種目タンゴに参りましょう。 The next competition dance is tango. シェンブリー組です。とてもスタカトな、いいタンゴを踊っていると思います。カトラー組、タンゴはあまり得意な種目ではないかもしれませんが、とても綺麗なタンゴを踊っています。そうですね、先ほどの種目を取って逆に中川組少し力んでるんではないでしょうか。肩のラインが少し崩れるのが気になります。表情にもちょっとそんな感じが。そうですね、タンゴはやはり力強い踊りですから多少強い表情はいたしますが、田中組、このタンゴを最も得意といたします。今日はとてもよく踊ってると思います。タンゴというのは審査をする上でどんな踊りがいいんですか。そうですね、タンゴに、だけではなくて、はい、このモダンの種目は、まず2人が離れられないということがありますので、その離れない中でより多くの、より大きい良いムーブメントですね、それと良いスタイルと、これを保って、しかもこの辺のクラスになりますと音楽を表現しなければいけませんから、そこが大変だと思います。桜本組、最初負けましたと一応取られてました時に力まないと良いと思ったんですが、逆にとてもいいタンゴを踊ってるんではないでしょうか。はい、タンゴが終わりました。それでは審査員の皆様お願いいたします。 Will the adjudicators press the buttons, please? 一つつきました。割れております。あーっと、三つつきました。会場からもね、いろいろ声援が飛んでおります。皆様どうぞ応援してください。それでは次の曲はワルツです。The next dance is waltz. 桜本組にやっと笑顔が浮かびましたね。このワルツは桜本組最も得意とする、優雅なダンスです。先ほど篠田さんドレスを踊らせるというふうなことをおっしゃいましたけど、
はい、あの試合の前に各選手に聞きましたところ、非常にそのドレスに神経を配っていて、そうですね、あの特に今回長くなりましたので、そう踊らせるということがとても神経を配っていると思います、はい、長川さんはあの裾を、ね、重く裾のところにこういろいろつけて、そうですね、前を少し上げて後ろに、体の周りに、まあ、きつくように、はい、踊っていますね、はい、これはカトラー、はい、あの動きの後に、ドレスが体に巻きついてくるようにしているんだというようなこと、ね、あの昔のプリンセスラインというんですか、上の方からスーッとドレスが流れてきて、とてもドレスの色ができますね。やはり彼女は自分でデザインしていただくことあると思います。どういう採点になりますでしょう。それでは審査員の皆様お願いいたします。 Will the adjudicators press the buttons, please? 中川さんに1つ、桜本さん2つ、3つ、あ、3つなりました。4つとつきましたねえ、はい、それでは続いてまいりましょう。次はクイックステップ。 The next competition dance is quick step.とても軽快に、スピーディーに、とてもいいと思います。いつもは、スタミナが心配されるんですが、今日はスタミナもありますし、とてもいいですね、反対にカトラー組、少し状態が崩れてまいりました。2人のコンタクトがずれて、踊りも少し重くなってきたのではないでしょうか。ロマンチックな、そうですね、美しいカップルですね、このシェンブリ組、さすがにベテラン、このような動きの場合も崩れないということはとても素晴らしいですね。田中組、マルチの時よりもこの、クイックステップ、とても表情も明るく、軽快に踊っています。あのチャレンジャーの中川さん、チャレンジャーとして優勝を狙うのは当然だが、期待としすぎないように注意しているということをおっしゃってました。あ、そうですか、中川組単語でちょっと力んでいたように見えたんですが、マルチの時あたりから落ち着いてきましたね。桜田君も、今日は、2人がとてもよく一緒に動いていると思います。素晴らしい表情が出てます ね、 はい、それでは審査員の皆様お願いいたします。 Will the adjudicators press the buttons, please? はい、いろいろ声援が飛んでおりますが、あと2つ、2つ、あ、中川組につきました。あ、そうしますとこれはちょっと勝敗の行方が分からなくなってまいりました ね、 そうですね、はい、それではモダン部門決勝最後の種目になりましたウィンナーワルツです。はい、The final competition dance is the Viennese Waltz. この、曲、アニバーサリーソング、もともとはドナウ川のさざ波という曲を、こういうふうにダンスようにアレンジしたものですね。
勝負は大変最後の、そうですね、ダンスになりましたね、はい、中川組このウィンナーワルツとても得意とする種目なんですね。このウィンナーワルツというのは外回りの右と左の回転、このように中央で回る右と左の回転、そして、足の交代と5つしか、ステップを使えないんです。そのために余計に審査はしやすいんですね。このように流れるような動きとそれから回転と、これを審査員は採点をするわけです。はい、これで、競技は終了いたしました。審査員の皆様お願いいたします。 Will the adjudicators press the buttons, please? さあ、これで分かれ道になります。どうなりますでしょう。結果中川さんにつきました。桜本さん2つ、中川さん3つつきました。それでもまだこの結果はどうなるか分かりませんね。そうですね、はい。この結果は3つ中川組が取りましたので、タンゴとワルツでおそらく3位以下ということは考えられませんので、 99% 優勝だと思います。いいシーンですね。桜本組、それからみんなが中川組に祝福の握手に行っていますね。それでは先ほどのラテンと同じようにスロービデオで今のポイントを見てみることにいたしましょう。中川組が最も得意とするスローフォックストロットです。大きく静かな、そして伸びのある動き、2人の頭の位置を見ていただけると、カップルがいつも一緒に動いていることがよくお分かりと存じます。パートナーの英子さん、表情、そして頭の使い方、素晴らしいですね。2人とも、自信満々に踊っているのがこのスローモーションでも伝わってまいります。同じスローフォックストロット桜本組です。私はこのカップルの一番良いところは優雅な、そして軽快なスピードにあると思います。ただ残念ながらこの最初の曲、少し硬くなっていたのでしょうか、私にはちょっと力みが見えて、少し歩幅が大きく足が見えてしまったように感じられました。名パートナーのともみさん、バランスの良い軽快な動き、優美な身のこなし、さすがに素晴らしいと思います。最後はオーストラリアのシェンブリー組です。クイックステップですが、足、腰、基本のしっかりしているために、ご覧のように、上体の崩れがこれだけスピードのある動きを踊ってもほとんどありません。ただ 3,4 年前のベストの時よりスピードがやや落ちているように感じます。1歳になるお子さんがいらっしゃるために練習量が少し少なくなっているのかもしれませんね。ではいよいよモダン部門の発表です。第4回日本インターナショナルダンス選手権大会プロフェッショナルモダン部門の優勝者は、 Ladies and gentlemen, the winners of the Japan International Professional Modern Ballroom Championships are 三重県出身159番中川勲、中川英子、東部総局。Couple number 159, Isao and Eiko Nakagawa. Nakagawa 組、とても嬉しそうですね。このフロアで決勝戦踊りまして、もう11年にもなります。そして2位が桜本組、3位が桜田組ですね。そうですね、2組ともとてもよく踊ってますので、来年はこの大会とても楽しみと思います。中川さんたち、最後の6組の決勝戦に出てきてからが長かったんですね。そうですね、今日は、このスローフォックストロットオーナーダンスなんですが、おそらく一生の思い出になるんではないでしょうか。と言いますのは、先ほども言いましたように、今日の競技種目スローフォックストロットから始まって、このスローフォックストロットを中川組が取ったのが、今日のもう一番優勝する
元だったと思います。こんなに嬉しそうな中川組の顔を見るのは本気初めてですね。今日はチャレンジャーとしてとても鋭いスピードのある踊りでチャンピオンになりました。来年もチャンピオンとして素晴らしい踊りを踊ってくれるようにしてほしいと思います。それから桜本組、今日はやや守りの踊りになってしまったのではないかと思います。今度は逆に挑戦する立場として一皮も二皮も脱皮していい踊りを踊ってほしいと思います。来年は桜田組、若い桜田組を共に3組の争いが熾烈になるのではないかと今から期待しています。この大会で栄光の座を獲得された方たちと次の栄冠を目指して精進されている方たちのご活躍を祈りながらお別れしたいと思います。篠田さん、今日はどうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。